この重さは間違いなく来たな、これ。はい、どうも、よしんです。本日紹介するガチャは、またです。ね。ガチャくじ。ね。上位賞の A 賞がフィギュア。炭治郎と禰豆子。これセッ、フィギュア？うん、セットじゃないんだよな、これ。別々なんですよね。禰豆子が欲しい。カゴに入ったやつね。さあ、あとはまたいつものごとく B 賞ラバーマスコット C 賞が缶バッジと1回300円。このね、ガチャくじはね、もう出た当時から言うてたじゃないですか。もうこれはもうね、普及させたらダメだぞと。ね、今後ね、いい感じのね、ガチャのフィギュア全部 A 賞とかにしてさ、とんでもなく金かかるでって言うてたけど、もうどんどん出てます。ね。もうね、これ本当当たらないの。ね。もう、均等なな、均一のアソートじゃないから、ね、ガチャガチャやのに A 賞ほんと当たらなくて、もう、YouTuber がこれね、めちゃくちゃ挑戦してさ、もう、10回も20回もやってね、ようやく当てるみたいななっとるでしょ。ね。まあ、ヨシキみたいにね、貧乏系 YouTuber は絶対買えないんで、今回ね、3つ、3回チャレンジでございます。ね。はい。ということで、まず1つ目。もう軽いもん、ほら。見て。カラカラっともならへん。軽っ。もう缶バッチだわ。あ、おい、やっとやっと。あー、これいいやんか。缶バッチじゃない？缶バッチじゃないわ。ラバーストラップ。あー、いいやん、いいやん。禰豆子、かわいい。あー、よかった。これをほら、見て。大腸な。あ、2個目。2個当たったら大腸。2個当たったな。あ、今度カタカタ言ってる。この重さは、間違いない。缶バッチやわ。缶バッチや。ああ、缶バッチ。あ、でも、まあ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 。かわいいちはかわいい。ただなぁ。ガチャくじの缶バッチは今までね、一応外れ枠で申し訳ないから、ホロ加工とかね、キラキラしてたのに、ついにキラキラもしてない。キラキラもしてない。ただの、缶バッジですね。しのぶさんのただの光ってもいないな。うん、光ってもいないね。缶バッジです。はい、ラストです。あ、この重さは今度こそ缶バッジ。いやー、缶バッジじゃない。これは来てるぞ。じゃんじゃんじゃん、来たーと。炭治郎か。禰豆子もう一個やと思った。炭治郎。禰豆子とはもう一個当たったらこれ大腸って言ってたよ。これ炭治郎や。はい、ということでね、今回は大当たりでした。ね。大当たりなのに何なのこのがっかり感。まあでもね、まあそうですね、300円にしてはまあクオリティ高いかな。確かに。なんだろう、この大当たりなのにこの悲しい気分。